はい、えっちゃんねんのえっちゃんです。今回ですね、紹介する商品はですね、前回、紹介させていただいたフリカキックスというですね、あ、コメありがとうございます。皆様よろしくお願いいたします。前回ですね、そのフリカキックスってやつですね、柿の種をですね、砕いてふりかけにするっていうその機械があったんですけど、その機械をですね、ちょっと応用してですね、私が昔作ってた、ポテトチップスなんですけど、あの海苔塩味、その海苔塩味をですね、砕いてですね、おい、まあ、ふざけんなよ、 NG するかな、邪魔すんじゃねえぞ。はい、ということで、すいませんでした。ちょっと取り乱してしまいました。一応ですね、海苔塩味をですね、こう砕いてですね、ご飯にこうかけてですね、食べてたんですよ、昔。それがすんげえ美味しくて、まあ、ついにね、このふりかけキックスを使って、まあ、海苔塩味でご飯にふりかけをする。ふりかけをするというね、感じでね、またご飯ですね、すいません、なんかご飯ばっかしで、私ご飯好きなんでね。クレームかお前は、ふざけんなよ、 NG するかな。もうなんだよこのくだりは。はい、ということで、こちらふりかキックスでございます。はい、ちょっと乱雑な紹介になっちゃいましたけど、今回ですね、このフリカキックスと、このポテトチップスをですね、融合させてですね、実際に、ポテトチップスのフリカキを、作ってみたいと思います。で、結構ね、サイズがね、柿の種のサイズがちょっと違うんですよね。あ、前回ちょっとね、動画これ作ってるんで、ありがとうございます。一皮むきました。ありがとうございます。で、ここにですね、ポテトチップスを入れていくんですよ。これ、ふりかキックスっていうね、ふりかけをする機械、ふりかけを作る機械ですかね。はい、で、ポテトチップスをこの中に入れて、こうやってぐり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 回すと、この下にポテトチップスが出てくるんですよね。ただ、これはね、ふりかけ変えよ。いや、これ多分ふりかけないと思うんですよ。わかんないですけど。あったらごめんなさい。ちょっと。ただ、僕は新鮮に食べたいんです。私は。ね。新鮮が好きなんで。クレームは一切受け付けませんので、ね。はい。よろしくお願いいたします。クレームしたともう NG ですからね。わかりましたか？はい。ということで、こちらね、ポテトチップ、早速ちょっと揚げてみましょう。で、このポテチップスなんですけど、あ、ちょっと今思ったわ。新鮮さ。新鮮第一だから。これ今思ったけど、ポテチップス、やっぱり柿の種サイズだからとか入んなくねえか、これ。うん。いや、いや、かわいそすぎるわ。え、これちょっと待って。これ今思ったけど、ガチで、ポテチップス、ちょっと、一回入れてみるか。これが入んないよな、これ。どうしたらいい、これ。じゃあ、読んだザリガニ入れてみる。ザリガニ、ふりかけにしてどうするの？もう、折るしかないよね、これだってね。つうか、これ何枚も入れらんないぞ、これ、今思ったけど。これはもしかして裏技を使うんじゃねえか。これをある程度入れて、こんな感じである、程度入れて、あ、こんな感じである程度入れてですね、そこで、いや、これをフリカキックスでやることによって味が変わるんだよ。ね、これで、こうやれば、ほら、サイズが、ほら、ほら、ちょっと、
ほら見てこれサイズ。いや違う違う、これはもう一回実験済みだから。これで、あ、ふりかけになってる、ほら。あ、これ成功じゃない、これどうです、ちゃんと、あ、いいいいいい、あ、ありだよこれ。これ何でもふりかけになるかもしれない。あ、すごいすごいよこれ、ほら。あ、いいんじゃない、ありあり。ちょっともう一回、もう一回いってみよう。いやこれ意外だ、俺ちょっと入んないかなと思ったんですけど、ただちょっとね、あのポテトチップスの大きさを選んで、うん一緒なんですけどね、これね、これちょっとちょっと、なんかうまいわこれ。じゃ初めてで俺ポテトチップスのちっちゃいやつを狙っていくの。うん、ご飯にポテト、ポテチかけてうまいんですよマジで。やったことないですか、やってみてくださいこれ。うん、マジうまいよ本当。ちょっと一回これもう折っていくしかないね、これ。これで、あ、いいいい感じ。しかも柿の種より簡単に回せるね、なんかあのすごい柔らかいから。今回半分ぐらい入れようかな。もうワンクール、もうワンクールいこうか。ワンクール行こうか。これワンクール行って、多分ご飯にね、もうね、おそらくかけられると思うんで。ポテトチップスね、結構知らない人いるんですよ。あのポテトチップスにね、ご飯を振りかけると美味しいっていうね、ことをね、知らない人多いんですよね。もうね、大体ね、それ知らない人って、もう人生の約3分の1ぐらいの、幸運ですよね。違うわ、損してますよね。うん、あ、いらない。あ、知らん情報。あ、いえいえ、もうね、ぜひとも、ね、もうそういうのをね、あのいろいろ配信できたらですね、いいと思っておりますので、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。つまりね、これポテトチップスを食べるとちょっとカロリー高いんですよ。なんでこの、ポテトチップスを砕くことでもカロリーゼロですからカロリーゼロだからね、実質カロリーゼロそういうさ、芸人いたよね、なんかよくわかんないけど、これゼロになんねえよっていうさ、あの芸人いましたよね。ダイエット食ですね、選択してきます。そうなんですよ。ちょっとフリカキックスっていうやつなんですけど、まあ、ダイエット食品にいいって噂だぜって、ちょっとツイートしていただければありがたいですね。で、私の動画もね、ツイートしていただければ、幸いでございます。はい、ということでですね、こちらの、ふりかけキックスのふりかけがですね、完了いたしました。はい、で早速ですね、ちょっとかけていきましょう。あー、でもちゃんとね、粉々になってますよ、ほらね、いい感じ。どうですこれね。じゃあ早速ちょっと入れていきましょう。
わ、この時点で、あ、すごいきめ細かいぞこれ。柿の種よりきめ細かい感じがする。あれ、これもしかしていろんなさ、ものに振りかけできんじゃないのこれ。意外な商品だよこれ。あー、すごい、こんなに粉々にできないよ、手で、人間の手で。うん、できるかもしれないけど一定のね、一定の、大きさにするっていうのはちょっと難しいよね。じゃあ早速いきたいと思います。いただきます。もう今回はあったかいから、あの前回は冷えてたけど。あ、はい。やめないでください。これ。食欲が落ちました。これね。あれ？ちょっと待ってね、今確認してるから。うん、では続いてベビースターバージョンをご覧ください。あ、ベビースターラーメンいいかもしんないね。ちょっとやってみようかそれ。あのね、これね、あのね、僕ね、これね、僕ね、あのね、この、ちょっとイメージとして味が違うな、これ。あのね、うん、うん、日村って覚えない、日村じゃねえよ、日村の真似をしたわけじゃない。本人これちょっとね、あのやっぱ手でやっちゃった方がいいね。手で砕いた方がいいわ。なんでかっていうと、砕けすぎちゃうと、なんだろう、ポテトチップスって固まってるから味が濃いのであって、それが粉々にされてしまうと、なんか一つ一つの味が薄くなっちゃってるっていうのかな。うん、ちょっと粉っぽさがね、うん。そう、そう。だから、ちょっと、ね、自分で手で、昔は手で自分でやってたんですよ、手で、バチバチ。うん。砕いてたんですけど、やっぱ、塊がすごいあったんですね。このまばらな、こう、太いっていうか、ちょっとかっけらでも、まあ、大体こんなもんだよね、ほんと。こんなぐらいな感じ。うん。の、かけらで食べてたから。これ逆に、うん。細かすぎたな、これな。ちょっと、あれでしたね。うん。うん。あ。ああ。
あうん、あー